アームレスリング、ジョニー・アールブラとマリオ・イリアムス・アームレスリングは、専用の競技台場で、世界共通の厳格なルールのもと行われる、腕相撲に似た、競技のことで、卓上の格闘技とも呼ばれる。アームレスリングの選手は、アームレスラーと呼ばれる。アメリカ、ロシア、カザフスタンを中心に大規模な大会が行われ、入賞者に、賞金や豪華な商品が、 スポンサーより与えられる大会もある。また、毎年各国で世界大会も開催され、世界中の腕自慢が集まり、迫力のある熱戦を繰り広げている。日本においては、マイナーな競技というイメージがあるが、誰でも手軽にできる、親しみやすさもあって、全国各地で大会やイベントが開催されている。世界規模の大会で活躍する日本人選手も何人か出ており、 次第に選手のレベルも向上している。第72回国民体育大会愛媛国体のデモンストレーションスポーツとして平成29年6月11日愛媛県今治市でアームレスリング競技が行われた。素人目にはアームレスリングも腕相撲も同じように見え、単に英語を日本語に訳しただけと考えているが、正式ルールを比較すると両者は大きく異なる。 腕相撲が強いものでもアームレスリングが強いとは限らず、その逆もしかりである。共通点は、肘を固定する、腕が倒れると負け、など大まかな部分は一緒であるが、腕相撲大会を運営する、日本腕相撲協会の競技ルールは、肘は互いに競技台面を前後左右自由に移動することができる。手の甲が台面につくまで負けにならないなど、アームレスリングとの相違点がある。 アームレスリングや腕相撲を競技として経験していない一般人が余興で行うことの多い一般人による腕相撲はここで述べられているルール設定がなされている腕相撲やアームレスリングとは全く異なるものでありしばしば混同される可能性もあるものである一般人による腕相撲には厳密なルール設定がそもそも存在せずルール設定が曖昧な状態で実施されるもので あるので、一般人が競技としての腕相撲や、アームレスリングを見た時に混同することがある。実際には、競技としての腕相撲、アームレスリングには、それぞれ厳密なルールが設定されているが、一般人による腕相撲に関しては、そもそも競技ではないので、その場で一般人によるルール設定がなされている。そのため、一般人による腕相撲では、手の甲がテーブルについたら負け、 一定の高さまで腕が倒れたら、負け、手首を巻き込んだら、反則、体重をかけると、反則など、実施者によって、ルール設定がバラバラである。このルール設定が各々によって異なるのは、そもそも公式ルールが広く浸透しておらず、一般人が競技としての腕相撲、アームレスリングを知らないということが原因であると、考えられる。また、手首を巻き込むが反則かどうかで、 一般人同士が議論する場合もよくあることだが手を組んで腕を倒し合うという動作に関しての知識を持っている人間が一般人に少なく自身の曖昧な経験則などから反則かどうかを判断してしまっていることが議論が起こる理由ではないかと考えられる手を組んで腕を倒し合うという動作には予想以上の複雑な力学的作用が働いており単純な基準で 勝ち負けが決定しているわけではないことに注意しなければいけない。そもそも手を組んでいる以上、直接的な作用点が手に存在しているので、その作用点よりも下部にある可動関節である手関節の影響を大きく受けることになる。なので手に作用点を置いている以上、手首の影響は必ず存在するということになる。このことから、 手首を巻き込むことは反則であるというのは手に作用点を置いた時点で議論する対象から外れてしまい手首を使わざるを得ないので反則以前の問題であるといった方が妥当である。露骨に手首を巻き込まずともどれほど気をつけていても手関節の影響は必ず出ていることに注意である。もしできるだけ腕力のみで腕相撲を実施したい場合は手に作用点を置かずに 手首の下付近をお互いに合わせて腕を組み、手関節の影響を例にし、肘関節を動かす筋肉を割合的に多く使うような状態にした方が良いと言える。ただし、それでも後背筋やその他の筋肉の影響、また腕の長さの影響が出てしまうので、腕の筋肉だけに頼った腕相撲というものは存在しない。以下の行為を行えばファールとなる。 アームレスリングは足の先から頭に至るまでの全身運動でパワーテクニックタイミングの3つの要素を持った競技である腕の長さや手の大きさ手首の持久力と柔軟性握りの密度反応の速さ等は試合を有利にする要因であるが特にパワーを発生させる速さつまり瞬発力が勝敗を大きく左右する競技であり勝つためには ウェイトトレーニングが有効である。特に、引く力が重要とされているため、アームレスリングの実力をアップさせるためには、引く力に関係する筋肉を総合的に鍛えることが必須である。そのため、アームレスラーは、手首、腕、背中、さらに腕と背中を連結する肩を重点的に鍛えている。なお、相手の腕の形を崩して、力の伝達を損なわせ、 倒しやすくするテクニックも存在し、単純に筋肉を鍛えるだけでなく駆け引きも必要となる。1977年、日本アームレスリング連盟発足。アームレスリングを競技として運営する日本で唯一の団体だったが、2002年頃ジャワの体制に反発した一部道場や有力選手が脱退し、2003年1月、オールジャパンアームレスリング連盟を設立。 移行両団体で独自の大会を開催している。ジャワは他団体で選手登録しているものの大会出場は一切認めておらず、現在両団体は断絶状態にある。2017年の愛媛国体のデモンストレーションスポーツとして実施されアームレスリングのステータスも向上し、関係者は将来国体の正式種目化も期待をする。正式種目化へは、 日本スポーツ協会への加盟が必要になるが、現状アームレスリングの国内団体は分裂状態、また運営組織も脆弱であるため、日本スポーツ協会加盟の基礎的条件が満たされず、正式協議会への同定は険しい。日本古来の伝統的競技の相撲、レスリングやウエイトリフティングなど、学生スポーツやオリンピック種目化されている競技は、 国体の正式種目となっているが、パワーリフティングや綱引きなど、一般的認知も高く公益社団法人化されている。競技でも公開競技とされ、都道府県大抗の特典対象外とされている。アームレスリングは公開競技から一段下がるデモンストレーションスポーツで、趣味愛好家同士の発表会程度の扱いである。アームレスリングの地位向上と、 選手並び関係者の願いを現実化するためにも、統括団体の一本化、国内支部組織の整備、今後の普及と発展性が望まれる。世界大会を統括する国際組織は、1977年に発足し、82、各国が加盟する世界アームレスリング連盟と、ヨーロッパ諸国が中心となって2019年に発足した国際アームレスリング連盟の2つの、 連名がある。ありがとうございます。